着物の仕立て職人を目指す専門学校生が裁縫で使った針に感謝する恒例の針供養が静岡市内の神社で行われました午前10時静岡宣言神社で行われた針供養この時期の恒例行事として和服の仕立て職人を目指す静岡市内の専門学校の学生らが参加し毎年行っています 学生らは普段裁縫に使用している折れたり曲がったりした針を豆腐に刺して感謝の気持ちを込め供養しました今まで使ってきた針にありがとうって感謝の気持ちを込めて,て刺させていただきましたもうすぐ試験があるのでそれに向けて努力して塗っております